SKE48 の未完全 TV。 SKE48 メンバーが大人の階段を駆け上がるため、さまざまな競技に挑戦。未完全ダービーめっちゃいいな気になる出走メンバーは、すごい、チーム S リーダー松本千佳子リーダー、チーム K2 リーダー太田彩香、かっこいい、チーム E リーダー佐藤佳穂ちょっと露出が、 SKE48 のチームリーダーが挑むのは、パッケージ写真券争奪チーム最高カレーダービー。メンバーの写真が載ったオリエンタルマースカレー SKE48 特別パッケージ版を販売。ただし大人の事情で写真が載るのは一チームのみ。カレー愛を確かめる競技を4レース開催。なるほど。各レースで獲得した総合得点で優勝チームが決まります。第1レースはキキオリエンタルカレー。目隠しで試食したレトルトカレーを味と香りのみを手がかりに回答、正解までのタイムを競う。チーム K2 太田彩香が1着。第2レースはモリモリカレー競争。鍋のカレーをお玉で皿に盛り付け、その重さを競う競技。スタジオメンバーの3連単予想は、2人が太田彩香を一着予想。まずは佐藤佳穂の挑戦。おお、すごい、すごくない？早い。発表します。はい、 326g です。すごい、すごい、すごい、すごい。続いては松本千佳子。332g です。ってことは具材を落としながらもトップに躍り出た。あやか頑張れ、いけいけいけ。すごいいい成績を残してらしているので、うんうんうん、それに負けじと400を目指してちょっと私は頑張りたいなと思います。 400g 宣言が飛び出した太田彩香、一気にまくることができるのか。ちなみに3連単的中すると、うん、じゃーん。え、何それ。私もよく分かってないんですけど、聴診器こっちなんですか、これなんですかパッケージ写真券争奪チーム対抗カレーダービー。第2レースはモリモリカレー競争。ずっとカレー見てるから。ここまで2人が挑戦、本命松本が順当にトップを走る。最後はダークホース太田彩香。400を目指してちょっと私は頑張りたいなと思います。あ、すごいよ、いい感じ。え、めっちゃ乗ってるよ、うん、お、慎重に。いいじゃん、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 すごくない。あ、いいじゃん、ゆく、ゆく行きな、ゆく行きな。そう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 、お肉が結構乗ってるね。え、すごい、すごい、すごくない。え、安定感すごい、すごい、家でやったことあるんじゃないかな、これうますぎて。え、すごい、すごい、ゴロゴロ。ちょっと肉、肉、めちゃめちゃ肉がほぼ入ってますね。え、すごい、はい、え、なんで、え、これどれくらいかな、行ったかな。え、結構あって、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。ただいまの太田さんの記録、え、400g です。え、すごい、天才だよ。ちょっと待って、すごい、ってる。ピタリ賞ありますか、もしかして。ピタリ賞、ピタリ賞あります。ないないって100万円。え、すごすぎる。結果はご覧の通り、的中しましたか。的中、イエーイ、当てました。3連単、謎の謎のやつ、景品ゲットでございます。ありがとうございます的中したエゴさんには謎の景品をプレゼント。
ちらは歌えっとというボイストレーニングの講師が開発した自宅で大声で歌えるグッズです。すごい。めっちゃいい。これ自分の声を聞きながら歌えるので、うん、効果的なボイストレーニングができるそうです。優しそう。聞こえる？でもちっちゃい。アイドルは全員欲しいですこれ。欲しい。第3レースは跳ねたらやーよずるっとカレーうどん一本水です。おうどんすごい新しい。白い T シャツを着てカレーうどんの麺を一本ずつ一気にすすります。3周して T シャツに飛んだカレーの汁を計測。シミが少ない順で着順を決定します。なるほど。まずはエアうどん水で吸い方をチェック。意外と参考になったから、はい、続きます。おお。うん。続けますから口横に開きませんでした。キスしてました。キスしてる今めっちゃ欲しいですか今。違いますよ。これだけではよくわからないので競技を途中まで見てみましょう。まずは佐藤果歩から。まだ座る、うん、それでは佐藤さんの1本目参りましょう。用意。あ、いけてるいけてる。シュールですね。シュールすぎる。少しずつ。そう切れてないから。長いかな結構。まもなく。あ、でも、おいいよいいよいいよ。全部。長いね。長いね。笑っちゃうと飛んじゃいますね。綺麗。綺麗。終了です。すごくない？はい。T シャツちょっと今見てみますとですね。汚れた。汚れてる？少しだけ。汚れちゃった。汚れる。わかんなかった私も。なんと吸い終わる寸前汁が T シャツに落ちていた。続いては太田彩香の挑戦。慎重にね。いい舞いながらもスムーズに。なんて言ってるのかわからないけど。すごい。すごい。もう少し。そこが難しい。そこが難しい。息できない。苦戦したようですが汁は飛んでいない模様。そして松本千佳子の挑戦。千佳さんどんなの。スピードが結構なんか大丈夫。あ、なんかでも汁がなんかちょっとうまい。内回りになんか終了です。すごいスムーズ。綺麗。上手。すごい。早かった。続く2本目は全員難なくクリア。おー、いよいよ勝負が決まる3本目。ここまでを踏まえて3連単予想してください。せーの、じゃーん。お、みんな違う。違う。井上さんとエゴさんが佐藤果歩を一着予想。一番最初に飛んじゃったから、うん、めちゃくちゃ慎重にやりそう。一番気をつけてそう、うん、あと笑わないかだけが心配ってところです。よく笑うので佐藤君は。いよいよ第3レースも大詰め。勝負が決まる3問目に挑戦。頑張れ。ここで3問目は特別ルールを適用。箸を使って良しとします。おー、ただ5秒以内に食べきってください。とにかく5秒以内に食べきるというルールに。できないんだ。まずは松本千佳子の3本目。すごい、ちゃんとうどんの麺も多分3本だよね。え、3本しかない気がする。これカウントされる？準備段階でうっかり汁を飛ばしてしまった。かちゃんね、ちょっと意味わからん。そんな？ここいる。ちょっと。し。おお。え？
そして太田彩香の3本目頑張れゆっくりカメラ慎重に終了ですラストは佐藤佳穂用意なんか長い長い、うん、2、3、4、5 3本のうどん水が終了シミの数を正確に計測します0個ですやもう、まっさらちょっと本当にびっくり、ね、これで確実にシミを飛ばしている松本と佐藤の2着3着争いに佐藤さんの数は、はい、シミ2個でした2個ってことは佐藤佳穂知らぬ間に2個目を飛ばしていたすげえ準備でやらかしてしまった松本の記録は松本さん3個です3個ない大きなシミの他に小さなシミもついていた3連単的中しましたか、ちかちゃんがねちょっと準備中に飛ばしちゃったから、ね、痛恨のミスをね、うん、そんなこと想像つかなかったですよ ねそしたらさこれあったかもしれないよね確かにそうなんですよちかちゃんがもうもう何してるんですかカレーをめぐる熱き戦いが繰り広げられた今回の未完全ダービーしかし忘れていませんか今回はオリエンタルマースカレーのパッケージ写真券をかけたチーム対抗戦、うん、そうですチーム対抗写真が載るのは総合優勝したチームのみ勝ちたいなんていう気持ちは強いですねはいここは何としても負けられないなと思っています何とかしたいでも撮りたいなと思ってますテレビ愛知を飛び出し飛び出したの飛び出しちゃったいざ決戦の舞台へすごいすごい第4レースはシンプルに激辛カレー完食競争です、名古屋栄にあるスパイスガーデンヤバ店7段階の最上級激辛チキンカレーを用意レベル7 3人同時に食べて完食までの速さを競います、待ってここまでの総合得点はチーム K2 が大量リード2位チーム E とは40点差チーム S とは50点差 S がでもまだ追いつけないですよね、うん、ね、うん、無理じゃないですか、ね、確かに無理ですね、うん、そこで追加ルールただでさえ激辛のカレーに激辛スパイスをかけて完食すれば一振りにつき10点のボーナスあれだ ね有利だ有利だね一振りで10点だから2位の佐藤は4振り3位松本は5振りで逆転可能ねえでもいける気がしたくないの2人は激辛オプションを使うのかかけないともう勝てないから、ねなしかけます振りますね振らせていただきますじゃあ1危ない危ない危ない結構出てる2、3、4、5やばい辛そう一気に赤くなったいるかな辛そう1、2、3結構スナップうまいですねうまいスナップうまい上手綺麗なんですね果たしてパッケージ写真券を獲得するのは皆さん参りますよ、はい、最終レースですそれでは用意スタートいただきます頑張れ待って待って絶対辛い絶対辛いどれくらい辛いんだろうすでにレベル7だからだけでやばくないああ辛いうんこれお水 なしですねお水なしだよねハードじゃない辛い頑張れ頑張れ辛そうリーダー松本さんちょっと顔が赤らんできました辛い熱い辛い熱い辛い熱い熱いもう100個出るもん100個出る辛いよ100個出るもう100個出てる辛そう辛いよ待って無理待ってこれ水ないのやばいえ、綾山さんいけない鼻水が止まらないやばすごい得意なイメージないカレー美味しい
開始1分。ここで松本が動く。ライスをすべてカレーにイン。激辛スパイスを追加していない太田彩香が最も苦戦している模様。優勝できませんからね、頑張ってください。あ、怖い。これでも結構早い。すごい。え、どうも力持ちリーダー。2分。彩香がちょっとやばいかな。彩香さん、え、かな。え、すごい。動かない。待って、無理。どうしよう、どうしよう。すごい、めっちゃ冷静。すごい、もはや辛くなさそうに見えてきた。と、言ってる間に。ごちそうさまでした。早い。一着、松本さんです。完食。すごい。素晴らしい。5分してましたよね。すごい。激辛オプションとの合計で70点獲得。チーム S が大逆転で1位に。すごい。もはや逆転は不可能。それでもリーダーたちは完食を目指した。頑張れ。なんか涙出そう。涙出そう。リーダーが過酷ですね。ないよ、こんなこと初めてしたよ、リーダーなんて。佐藤さんがもうあと一口。うん、でも10杯しか経ってない。ね、早いよ。食べ終わりました。頑張れ。かなそう。見事完食です。おめでとうございます。見事チーム S がパッケージ写真券を獲得。すごい、すごい。やったー、嬉しい。カレーのパッケージ見て、あ、SK48 チーム S 気になるなっていう風に一人でも多くの方に思っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。チーム S 松本さんの優勝でした。おめでとうございます。ありがとうございます。後日劇場公演を終えたチーム S メンバーにリーダーから優勝報告。なんと結果がですね、優勝しました。これのなんかパッケージここになるらしくて、一人ずつソロでなります。これ本当だ。そう、チーム S メンバー15人が一人ずつ乗った超スペシャルなオリジナルパッケージを作成。すでに写真撮影が完了。やっぱり私の家でもすごいもう馴染みのあるカレーなので、まさか自分がそのパッケージ乗れるなんて、まあ想像もつかないので、ちかさんありがとう、頑張ってくれて。松本ちか子さんがリーダーでよかったなって。本当にソロでね、15人出させてもらえるのはすごいありがたいので、このチャンスをみんなで無駄にしないようにたくさんカレーを食べてカレー売るぞ。オリエンタル未完全 TV カレー、販売についての詳細は決まり次第お知らせします。おーいやー